予定の時刻となりましたので、定例記者会見を始めたいと思います。平成30年度最後の会見となります。本日は内容の都合で少し長めの45分を予定しております。正午には終了の予定ですので、円滑な進行にご協力をお願いいたします。まず資料の確認をします。次第と資料1から4をまとめたものが一部、広報交際の4月号が一部、4月の主な行事予定の資料が一部、情報提供資料3種類をまとめたものが一部、以上です。よろしいでしょうか。まず、市長からご挨拶をさせていただき、そのまま続けて資料の説明をし、その後まとめて、質問をお受けいたします。それでは資料、市長、お願いいたします。はい、それでは年度末のお忙しいところをありがとうございます。始めさせていただきます。年度末というか、平成という元号がですね、これで改元とか発表が控えられて、平成最後という言葉をよく聞くようになりましたですけれども、また春もちょうど桜の季節となってきて、ちょうど年度替わりでですね、お花見も楽しめたら、市内だと本光寺だとかさまざまなスポットありますので楽しめたらいいなと思っております。ちょっと今日は発表事項も多いですので、コンパクトにやらせていただきますが、冒頭この資料の表紙にあります通り、発表事項が3点と参考資料の中に情報提供資料が一番下にありますけれども、順番を変えさせていただいて1番2番をやった後で一番下の情報提供資料を3つほど簡単に説明をさせていただいて、最後に市の PR 動画3番がですね、この皆さんから見ると右手の方にありますので、これ簡単に短時間ですけれども上映したいと思ってますのでよろしくお願いします。それでは1枚おめくりいただいて、1番目の湖西と湖西のですね、滋賀県高島市等との連携ということで発表させていただきます。これはですね、僕も例えばこの湖西市出身っていうことを説明するのになかなか東京だとかで苦労していた、知名度が低いということもありますし、資料の上の方にも書いてありますけれども、関西出身の方もいらっしゃるかと思いますけれども、琵琶湖の西側にはですね、滋賀県では JR の湖西線があって、関西人の方とかによく聞くと大体湖西と書いて湖西と読まれる方が多いもんですから、この湖西市が湖西市と読まれたりとか、地理的にも混同されるということがこれまでも何度か経験をしています。これをですね、実は今回湖西と湖西のですね、この名前の読み方を逆手に取る形でですね、同じ湖の西ということで類似点も多いものですから、滋賀県の湖西地区、具体的には高島市とかですね、後で話しますけど JR 西日本とかと連携をしながらシティプロモーションを行うことで、湖西市、もちろん湖西地区もですね、お互いの知名度のアップとか魅力の向上、さらには湖西市としては定住の促進につながるといいなというふうに考えています。で、ここの真ん中辺の表がありますけれども、滋賀県の高島市とはですね、いわゆる遠江、こちらが遠江とすると向こうは近江の国ということで、同じ共通点がその下に並んでますけれども、うなぎの特産物だとか、サイクリング、これは浜名湖の浜市と琵琶市、これは連携も始めていますし、またマリンスポーツやアウトドアスポーツ、また学校においてはですね、ここ湖西市には湖西市立湖西中学校がありますけれども、高島市には高島市立の湖西中学校と同じ字を書いて読み方が違う学校もありますので、こういったところのですね、共通点類似点を生かしながらですね、お互いの知名度の向上、シティプロモーションにつなげていけたらというふうに思ってます。それで下に書いてありますけれども、来月4月にですね、10日に私とこの産業部担当企画部とですね、担当の方で高島市を訪問させていただいて、高島市長さんや JR 西日本の方、これは10日にはですね、大津の駅長さんとですね、今お会いさせていただく予定になっていますけれども、ここに書いてある通り連携事業がですね、これからどういうことが考えられるかということを話し合いをしていきたいなというふうに思っています。今申し上げた浜市琵琶市などのサイクルイベントですとか、学校間ですね、これは同じ字で違う名前の学校があるということですので、お互いが例えば壁新聞等々でですね、中学生は
強度の調査とか、さまざまな調査をしているというふうに聞いていますので、そういったところでお互いを調べてもらったり、将来的には人的なですね、交流だとかお互いのところを行き来するとか、そういったイベントができたらいいなというふうに思っていますし、移住や定住に関しても、例えば1枚のポスターで古才と個性みたいな感じでですね、古才という名前を関西の方々に広く知っていただく、もちろん古才市だとかこちらの遠州地方の方々にも古才地区というものを知っていただくということにですね、つながればいいなというふうに思っています。この一応ここには10日と書いてありますけれども、10日に高島市や大津駅を訪問して、一応11日にはですね、今のところJR 西日本の本社だとか、NHK の大阪さんとかですね、その辺にはアポを今取らせていただいているので、引き続きそこは自分一人で行くつもりですけれども、あとは静岡県の大阪事務所も含めてですね、訪問をしてこようというふうに思っていますし、これから具体的なですね、相互の連携協定を結ぶということを考えながらですね、具体的に進めていけたらというふうに思っております。1点目に関しましては以上です。1枚資料をおめくりいただくと、2点目としまして、市民交流複合施設のロードマップということで、これはご案内かもしれませんが、昨年の年末まで市民会議を開催をさせていただいて、提言をまとめていただきました。市民の皆さんからですね、遅くとも10年後2028年度までに新しいですね、市民交流複合施設をというご提言をいただいていますので、それにのっとったロードマップを作成しましたので、裏面になるんですかね、こういった表が出てくるかと思います。なかなか10年間バチッと事細かにできれば一番いいんですけれども、まずはですね、大雑把ではありますけれども、こういったものをこういったスケジュールで行っていくというようなものがですね、一番左に実施内容、そしてこの年度代わりになりますので、平成でいうと31年度2019年度から2028年度まで、そして2029年の4月に供用開始予定ということでスケジュールを組ませていただきました。まず直近で行うのはですね、市民会議の最後の方でも触れられましたけれども、今までこのお隣にあった昔の市民会館も利用されていた団体など、例えばですね、文化協会さん、文化協会さんに登録をされている各種さまざまな団体、古才歌舞伎とかさまざまな団体がありますので、そういった方々、文化協会さんだとか自治会、商工会といった関係団体の皆さんに意見交換をさせていただいて、そこでさらにですね、その後で今度は市民会議からも出ましたけれども、ワークショップということで、市民の皆さんとのワークショップを開催に向けた準備をして、ワークショップを開催する、そしてその後に基本構想とか設計だとか実際の工事に入っていけたらというふうに思っています。その中で上から2番目にあります通り、立地適正化計画との調整とありますけれども、これは今都市整備部を中心に立地適正化計画を作っているというふうに市議会等々でもご質問があって答弁をさせていただいてますけれども、これはどういった都市機能、いわゆるですね、今ある図書館だとか防災センター、またこの市役所の庁舎もそうですし、そういった市民交流施設ホールも含めてですね、そういったものをどこにどういった形で持っていくのが適切かということを立地適正化計画の中に組み込んでいくという作業が必要になりますので、この市民交流複合施設をどういった設計といいますか、どの機能を複合施設に入れるかということをですね、この中で決めていけたらなというふうに思っています。具体的にはあとは市民の皆さんと意見交換をしながら、これは市民会議の提言書にもありました通り、この新しいホールとかですね、図書館などの複合施設だけではなくって、今のところは和静の幼稚園、小学校、中学校というものもありますので、そことの関係ですね、これは市民交流施設が仮になかったとしても建て替えや修繕等々が必要になってきますので、どういった連携といいますか、住み分けをして人が集まりやすい、そして地域の活性化、中心市街地の活性化になるかということをですね、このロードマップにのっとって進めていきたいというふうに考えております。資料2に関しましては以上とさせていただいて、資料3は後ほど最後に説明させていただきますので、資料をお配りした中で一番下の方にありますが、情報提供資料が3つ入っていようかと思います。一番上にですね、まずは改元による臨時窓口ということで、これは皆さんご案内の通り5月1日でですね、平成から新しい元号に変わるということでですね、過去の経験なり報道から見ても多いのは、
やはり記念日ということでですね、新しい元号の日に婚姻届、結婚される方がですね、婚姻届を提出されるということがですね、予想されますので、臨時的に窓口を開いて受付をさせていただこうというふうに思っています。これはですね、5月1日開園の当日になりますけれども、この時は10連休ということで、本来は多分こういった観光庁閉庁日に当たるかと思いますけれども、今申し上げたこの5月1日は臨時的に9時から12時午前中にですね、婚姻届の臨時受付ということに絞らせていただいて、さまざまシステムの変更等々があるものですから、他のことに関しましては翌日ということを考えていますけれども、5月1日に関しては臨時的に婚姻届の受付を窓口を開かせていただこうと考えております。ここに今日持ってきましたけれども、ハッピーアニバーサリーの授業ということで、おしゃれなこういった婚姻届、記念に残るような婚姻届も今好評販売させていただいてますので、こういったものも利用させていただきながらですね、やはり元号が変わる記念日でありますので、多くの方にですね、この日に婚姻届を提出していただいて、窓口で受付をさせていただければというふうに思っております。これは極力ですね、他の今静岡県でいうと西部地域、浜松市だとか磐田袋井というところもですね、湖西市としてはこういうことを今やらせていただく予定ですということをですね、お知らせをさせていただいて、なかなか一般的な閉庁日にあたるものですから、連携といいますか、お互いの相互手続きというのは難しいかなと思っておりますけれども、一応湖西市としては今こういうことを臨時窓口を開ける予定ですというのは、周辺の自治体にもお知らせをさせていただいているところです。もう一つ、その下丸2にありますけれども、今申し上げた10連休ということもありますので、証明書に関しましては5月2日の午前中はですね、ここにある通り住民票とか、戸籍登証本、また印鑑登録といった証明の交付業務は行わせていただこうというふうに考えております。逆にやはり転入転出だとか、これは周りの例えば東京だとか、その他の自治体が閉庁というところもあろうかと思いますので、こういった証明書の交付事務ということだけはですね、湖西市でもできますので、そういったできることをまず目の口で受付をさせていただこうというふうに思っております。この例えば時間外といいますと、1日もそうなんですけれども、9時から12時は窓口を開けて、それ以外の時間は通常もそうですが、土日夜間というのは守衛さんのところで受付をさせていただいてますので、この時間外に関してはそういった対応を取らせていただこうかと思っておりますけれども、やはり10連休でですね、どうしても閉庁日でご不便をおかけすることが多かろうということでですね、なんとかこういった利便性を確保できないかということでですね、婚姻届の受付だとか証明の交付事務を行わせていただく予定ですので、これから広報だとかさまざまな媒体を通じて周知をさせていただこうというふうに考えております。情報提供の2点目ですけれども、庁舎1階の喫煙室の廃止と勤務時間中の禁煙ということで、これは健康増進法がですね、これから施行されるということに伴って、ちょうど年度替わりでもありますので、今この市役所の1階はですね、喫煙所が設けられておりますけれども、これを年度末で撤去させていただいて、いわゆるこの建物の中は喫煙スペースを撤去するということを行わせていただくとともに、勤務時間中ですね、今一般的な職員は8時半から5時15分という勤務時間が設定されておりますけれども、その勤務時間中、例えば昼休み等々は除きますけれども、そういった時間に、勤務時間に、いわゆる勤務時間に関しては禁煙ということで、健康増進を図る、もちろん自動喫煙を防止するということが大きな目的になろうかと思いますけれども、そういったことを4月から始めさせていただきます。4月からはですね、暫定的に今この市役所 の, 敷地のと、庁舎の隣にあります駐輪場の中にですね、暫定的な喫煙スペースということで、建物の外にはなりますけれども、喫煙スペースを設けさせていただいて、もちろん駐輪場にのを利用する方に自動喫煙ということでですね、迷惑がかからないようにしながらですね、仕切った上で、喫煙スペースを設けると。それで勤務時間中は禁煙となりますので、お昼休みとか勤務時間前、もしくは勤務時間の後というところでですね、ご利用をいただくようにしようと考えておって、これは年度末までに行って4月1日からスタートということになります。で、7月からですね、健康増進法も全面施行ということですので、またこれは検討しますけれども、方向性としてはやはり他の自治体もそうですけれども、いわゆる
敷地内ですね、全面禁煙というところが今のところ多くなろうかというような話も聞いてますので、ちょっとそこの動向も見ながらですけれども、これはやはり受動喫煙防止だとか健康増進という趣旨にのっとって、敷地内は全面禁煙になろうかなという方向性かなと今考えておりますけれども、ここはまた決定したらお知らせをさせていただきます。情報提供の最後にですね、平成31年度湖西の春の緑化フェア気楽市ということで、これ毎年春秋と開催をさせていただいております。残念ながら昨年の秋は台風で中止になったと記憶をしておりますけれども、今年は4月14日の日曜日に新井の文化公園で開催をさせていただく予定です。先週末にはですね、湖西市の育苗センターでボランティアの皆さんと一緒にですね、約9万粒の花の種をですね、種まきの作業をさせていただきました。そういったものをこれで、春のいい気候になっていきますので、花いっぱいということで、ここでも苗木だとか花の苗の配布、またステージイベント等々もさせていただきながらですね、多くの皆さんに訪れていただいて湖西の春を楽しんでいただければというふうに考えております。情報提供に関しましては以上で、最後にちょっと戻っていただいて、発表資料の3点目市の PR 動画につきまして、2枚資料3ということ、3と4ですかね、資料がありますけれども、資料3の方は湖西最高ラボ、いわゆる KSL と略称で呼ばせていただいてますけれども、若い世代20代30代を中心にさまざまな会社員、また農業漁業自営業、さまざまな方々に集まっていただいて、この市内在住在勤の若い方々に湖西市の魅力の向上とかですね、 PR をご議論いただいてきました。これが平成でいうと29年の11月から今までに10回開催されておりますけれども、今回その中の一つとして市の PR 動画を作ろうということで、これは KSL の皆さんに作っていただいて、もうすでにですね、KSL の紹介ページだとか、この湖西市のホームページ2月末にリニューアルさせていただいた中の湖西で暮らそう移住定住促進のページにもですね、アップをさせていただいております。本当に湖西市内の例えばサーフィンだとか浜名湖だとか湖西連峰、またお祭りだとかですね、地域の魅力をですね、彼らの若い世代の視点でですね、湖西市の PR 動画ということで作成をいただいた素晴らしいこの動画に仕上がりましたので、ぜひ多くの皆さんにこのサイトをご覧いただいたり、我々も移住定住の促進イベントでもこれを先般も活用させていただきましたけれども、さまざまなところで活用してですね、湖西市を知ってもらう、魅力を知ってもらって訪れてもらう、移住定住の促進につなげられたらというふうに考えております。またもう一点のですね、湖西市の職員募集動画というのが資料4にありますけれども、これはこの前も お話をさせていただいた未来の湖西調査事業の中で職員の募集用動画ということで、これも若手職員の方々を中心にですね、作成をいただきました。動画自体はここにある通り丸1、丸2、丸3と3つありまして、湖西市の紹介、そしてドローンで空撮をしてもらったもの、そして3番の事務職員のいわゆる職員の1日みたいな感じでですね、作成していただいたものがあります。それぞれ時間も異なっていますので、それぞれ の活用方策をですね、例えば SNS に発信したりだとか、こういった企業セミナーだとか就職セミナーで活用したりということをこれから考えております。これの公開自体は来月4月を予定しておりますけれども、今日はですね、短いもので、3番の事務職って何っていうものをですね、ここに書いてある通りゲーム画面をイメージしたすごく若手職員のですね、斬新な動画を作成をいただきましたんで、これ短時間ですので皆さんにもちょっとデモンストレーションという形でですね、ご覧をいただいて、ぜひこれで職員の採用といいますか、多くの方々に湖西市に興味を持っていただいて受験いただいて、我々としては一緒に働きたいなというふうに考えておりますので、準備はいいですか。じゃあ少しこれはご覧いただければと思います。
はい、ありがとうございました。まあ、こういった、なんていうんですかね、僕らだと発想できないような形を、特に若手職員の方々が結構短時間ですけれども、アイデアを出し合ってくれたものですから、まあ、これ、他にも動画はありますので、さまざまなものを組み合わせてですね、湖西市の魅力だとか、発信を、情報発信をですね、引き続き行っていきたいというふうに考えております。こちらからは以上です。それでは、質問の方があれば、お受けいたしますので。はい、どうぞ。すみません、情報提供資料の方なんですけど、改元により臨時窓口の開設っていうのと、はい、あとその後の喫煙室の禁煙の関係なんですけど、はい、これって他の市町の状況っていうのはどういう感じかっていうのは把握されてますか？現時点では他で何かを決めたっていうことは今のところ聞いておりません。ただ我々がこういうふうに考えているっていうまだ前段階でですね、例えば県のと西部地域の会議みたいなのも副市長の会議とかもありますので、そこで湖西市がこういうことを予定していますというようなことは話をしていますし、まだ例えば大人浜松だとか岩田袋井みたいなところで今何かを決めたということは聞いておりませんけれども、極力まあ我々がこうしますということはお話をしておいて、この地域でばらつきが出ないようにということはなったらいいなとは思ってますけれども、何か今決まったということは聞いてないです。そうすると現時点では2つともなんですか、珍しいというか、他の市町ではまだ予定のないことって捉えてばいいですかね、と聞いています。はい、わかりました。ありがとうございます。すみません。はい、どうぞ。最初の湖西湖西の話なんですけれど、はい、まだ具体的な内容としては、まあ、4月10日以降に決めていくということだったんですが、はいはい、一応お考えとしてはJR とはどのようなこう連携をしていきたいかって、ちょっとここはそうですね、自治体とは書いてあるんですけど、 JR との連携をちょっと詳しく教えていただけるとと思います。JR さんでいうと、今回は4月から6月って DC キャンペーンの本番も、これはまあ JR さんのですけれどもありますので、やはり観光がメインになろうかなと思ってますので、さっき言った例えば昔のあれでいうと、そうだ京都行こうみたいな、すごいこうインパクトのある JR さんもロゴというかキャンペーンもされてますので、湖西と湖西を例えば1枚のポスターで横で比較したりだとか、それこそ関西の方々に湖西があるっていうこととか、湖西があるっていうことをこの地元の方々に分かってもらえるような、関西人でいうと湖西ちゃうで湖西やでとか、例えばですけどね、そういうような湖西もあるけど湖西だよみたいな、湖西からしてば、そういうような例えば一枚のポスターで、昔なんか早稲田と慶応が早慶戦でそういうようなものをやってた記憶がありますけれども、一枚のポスターで例えばそういうようなものができたりだとか、そういう観光関係で何か連携ができたらいいなというふうに思っていますし、やはり湖西線と、こっちは天竜浜名湖鉄道もありますので、これから天浜線ともですねお話をさせていただきながら、何かそういう鉄道同士のつながりもできたらいいなというのは構想段階ですけれども今考えています。ありがとうございます。向こうは JR 西日本ですが、こっちはまあ JR 東海の関係にはなるわけなので、ね、はいはい、将来的にはそういう JR の このまあグループ会社というか、そこもまたいで、まあ、JC だと今 JR 東海になるんですけど、ね、はい、そこが
まあ、そこも、まあ、またいで、まあ、JR 本体としてもこのような個性個彩をこういうふうにやってるよっていうふうに面白がってくれたら多分広がりはあるんだろうなとは思うんですけれど、うん、はい、 そうですね、そういう働き方かけも今後していくっていう、おっしゃる通りです、はい、今回向こうに行くとやはり西日本のエリアになるものですから西日本さんにお話をさせていただきますけれども、うん、JR 東海さんともお話をさせていただく予定にしています。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。あと、はい、市民会議、あ、違う、交流施設ですね、はいはい、についてなんですけれど、はい、場所としては今、鷲津要衝中の場所を、まあ、提案されたという段階だと思うんですけれど、はい、まあ、そこだと教育施設拠点構想とも兼ね合いがきっとこれかかってくるんだろうなと思うんですが、はい、まあ、ちょっとそこにはロードマップには載ってなかったので、その教育委員会とも兼ね合いというのはどういうふうに取られる予定なんですか。さっきも少し申し上げましたけど、仮にこの市民交流施設がどこであったとしても、今のあそこの鷲津小中学校が市内の学校の中では一番早く建て替えだとか、そういった時期を迎えるということがありますので、そこはそこでしっかりとどういうようなものを作るかということを考えていかないといけなくって、さらにはですね、これも実はこのロードマップの中には鷲津小中だけではなくって、今後の市の給食センターとかそういった構想も入っていますので、今後今は各学校が個別の給食室を持っていますけれども、なかなか老朽化したりだとか、非常にここはいろんな方からですね、早く学校関係者の方からも給食センターを早くというようなお声もありますので、給食センターを作った上で今度は給食室のない校舎を作るとか、そういうこともですね、今このちょっとこれ市民交流施設のロードマップなんでそこは入っていませんけれども、そこも含めて鷲津小中学校、まあ、幼稚園も含めてですね、再整備といいますか、そこは考えて部内では進めていっています。となると今、建設場所の決定用地の確保が2020年度の、まあ、当初のところから、まあ、線が伸びているので、うん、本年2019年度中にはそういった、まあ、兼ね合いどうするかとか、まあ、学校の施設から今度は、うん、こういう小売施設に変わるんですけれども、例えばその、まあ、一部何かに複合化する機能としても考えられるとは思うので、はい、そこ学校のってことですか。学校、まあ、図書室、図書館みたいなところとか、はい、そうですね、そういうところも、まあ、一緒に考えていくっていうことでいいんでしょうか。そこはもうセットだと思っていますので、もちろん仮にですけどね、この2019年度とか意見交換などワークショップとかの中で全く全然今考えているものと別の場所になったと、ひっくり返ったとすれば別ですけれども、今のこの予定でいくとですね、そこは今おっしゃった図書館が図書室と兼用するだとか、そういったものも教育委員会とはですね、連携を取れるような形で進めていますので、お互いにこれは市民交流施設担当と教育委員会、また立地適正計画の都市整備部だとか、そこは町内では連携を取りながら進めているところです。場所がひっくり返ることもあり得るといえばあり得るんでしょうか。先ほどそこは市民会議の皆さんからああいうご提言をいただいたので、基本的にはもちろん客観的にいただいた提言ですから尊重していくという方向性でやっています。ただ新たな要因だとか、そこは今断定はできないと思っていますので、基本的には今の市民会議の提言に沿って進めていくというのはそこは変わっておりません。分かりました。あとは、すいません、各種団体等との意見交換もこの棒が今一番上のところ、2019年途中までというふうにあるんですが、いつ頃までにこれは開きたいというような具体的な予定って今のところは考えてらっしゃるんでしょうか。開きたいですか。そのまでではなくて、いつまでではなくて、いつまでっていうところでもまあいいんですけれども、うん、もう少し具体的な時期が分かればと。そうですね、まあ、今回年度末で新しいこれで年度替わりで体制にもなりますんで、年度明け極力早期には4月は無理かもしれないですけど、5月とか極力早期には開催始めたいと思ってますし、まあ、これは相手の団体さんのとの日程調整もありますんで、極力一斉なのか順次なのかというところも含めて今詰めてますけれども、極力早期には年度明け以降早期に開催して順次進めていきたいと思っていますし、この一応まあ半分で切ってますけど、1個立地適正計画を
除いてもう3つ目のところで、あのワークショップの開催準備とかここにつなげていこうかと思ってますので、そこは基本的にこの一番上と3つ目はあの続いていくのかなというふうに思っています。わかりました、ありがとうございます。はい、どうぞ。繰り返しになってしまうんですけども、はい、確認で、そのどういう機能を複合施設に含めるかっていうのを決めるのは、何年までに、何年度までにということになる。ここはですね、今もここで断定をしているわけではないんですけれども、やはり、基本構想の策定の中には当然入れないといけませんので、そこを策定して、次の設計だとかに入っていくわけですから、この2019遅くとも2020年度中にはですね、機能場所については決定を、完璧なというか、こういうものをここに作るということは決定しないといけないと、そうしないとですね、このいわゆる10年という市民会議からのご提言を逆算すると遅くともそこだというような逆算のスケジュールですね、作成していただきましたので、もちろん早いに越したことはないと思っています。2020年度中に機能は決めるという、はい、機能場所ともですね、はい、はい、他にございますか。はい、どうぞ。婚姻届の臨時受付、はい、改めてその PR の一言をいただきたいというのと、あと4月1日にあの新元号の発表があるというんですけれども、はい、その時は特に 何かをするっていうことは考えて、後者については4月1日の新元号の発表に伴って何かというのは現時点では、はい、まあ、年度初めのさまざまな行事はありますけれども、元号関連では予定をしておりません。あともう一点のその婚姻届に関しましては、やはり平成から変わるのもですね、やはり約30年31年ぶりということでもありますし、やはりこれは大きな記念日になろうかと思いますので、ぜひですね、この小祭司としてはこのハッピーアニバーサリーの幸せリングの婚姻届を使っていただいて、多くの方に幸せというか記念日にしていただきたいなというふうに思っています。そのお手伝いというかサポートがこういった臨時窓口等々でね、少しでもできたらなというふうに思っています。あと付け足して、この婚姻届の方は今月からふるさと納税の返礼品の商品をさせてもらってますので、そういう点で湖西市外の方々にですね、ぜひぜひご活用いただければなと思っております。これは事前に購入する必要があるんですか。まあ、そうですね、事前でもそうですし、当日窓口でも購入することができますし、そこは両方ですね。あとは湖西市だけではなくて、これ全国で届け出ることはできますので、これこのハッピーアニバーサリーの婚姻届自体は全国で使うことができます。質問がなければこれで、会見を閉じたいと思いますが、よろしいでしょうか。その他ですね、詳細の確認が必要な場合は、直接担当部署にご確認をお願いいたします。それではこれで、記者会見を終了いたします。お疲れ様でした。はい、どうもありがとうございました。